メージで取り扱っているキッチンカーの車両タイプは何がありますか？はい、軽バン、軽トラック、あと普通車トラックの3タイプございますね。それぞれの特徴を教えてください。はい、軽バンはサイズが小さくて小回りが効くので女性の方におすすめですね。あとは予算を抑えたいという方にもおすすめですね。軽トラックは、軽バンよりもサイズが大きくなるので荷物を乗せられるようになります。なのでより多く稼ぎたい方におすすめです。で、普通車トラックに関してはサイズがどんどん大きくなりますので、商業用の機材を積むことができるんですね。なので大きなイベントにがっつり稼ぎたいって方にはおすすめですね。リーステージさんのキッチンカーの特徴を教えてください。はい、弊社の特徴は、自動車ディーラーでいうところのシトロエン風、あとはワーゲンバス風のフロントデザインが主な特徴です。あとは、キッチンカーが集まった時にこう目立つように派手な色とか可愛いデザインっていうのも受けたまっております。自分で考えたデザインなどのキッチンカーを作っていただくことは可能ですか？もちろんです。弊社は自社製作になりますので、もうお客様が思うご希望のデザインっていうのをお作りすることは可能です。購入後の修理や車検などのアフターフォローをしていただけることはできますか？もちろんです。お客様のキッチンカーの車検や故障などでの修理なども全般、あとはお車の運転に関してのご不安な部分も全て解消させていただいております。また弊社でご購入されてない方の車検や故障の修理も承っておりますので、ぜひご相談ください。集客に効果的な反則ツールなどは、はい、リーステージさんでお願いすることは可能ですか？もちろんです。弊社ではですね、お客様が出店に際しての、まあ、看板や、こういった上りとか、あとはタペストリーなどの装飾物の作成を受けたまわっております。またインスタとか SNS での情報発信の方法についてもアドバイスさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。ありがとうございます。キッチンカーを始めるための必要な資格はありますか？はい、キッチンカーを始めるにあたって食品衛生責任者という資格が必要になります。こちらは現役高校生以外の17歳以上であれば約1万円で1日の受講で取得が可能です。開業までにどれぐらいかかりますか？はい、弊社で持っている在庫車であれば約2ヶ月、オーダー車であれば3ヶ月から4ヶ月で開業となります。保健所に許可申請を一人で行く自信がないのですが、はい、代行などのサービスはありますか？保健所への申請は、主にご本人様に行っていただく必要がございます。ただご不安であれば相談やアドバイス、あとは同行なども当然行わせていただきますのでご安心ください。遠方に住んでいる場合でもリーステージさんのキッチンカーを購入することはできますか？はい、弊社は北は北海道、南は沖縄まで全国からも注文と納車をさせていただいている実績がございますのでご安心ください。また他社様に比べて長く営業している実績もございますので、その点についてもご安心いただけるかと思います。これから営業したいと思っているんですけど、はい、何かいい方法とかってあったりしますか？はい、弊社ではチャレンジキッチンカーと題しまして、1日キッチンカーを体験できるサービスを行っております。お客様ご自身で仕入れや装飾、売り上げなどご自由にしていただくことで、お客様ご自身のお店を1日実現することができます。ありがとうございました。ありがとうございました。キッチンカーのこといろいろ理解できました。開業を考えている方はぜひ B ステージさんへご相談してみてはいかがでしょうか。本日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。今はしょうがない。